仕事が続きません。母が亡くなってから父と祖母が私の母親の代わりを押し付けてきて、そこでエネルギーを消耗してしまい、仕事が続きません。だから、えー、お母さんの代わりをさせられてやってるってことだね。エネルギーがないので、なかなか離れることもできません。母親が統合失調症だったのもあり、コミュニケーション能力も低く、人間関係も苦手です。5年ほどカウンセリングも通ってます。IT 系で働きたかったんですが、一度思考が動き始めてなかなか止まらず。 睡眠不足になるのも困ります。どうしたらいいのでしょうかと。そうだね。えっと、まず、その、親子関係に問題があるってことだね。もう、ヤングケアラーみたいになっちゃってるってことだよね。だから、働いてないんだったら家事をしろ。で、家事をしてるから、外に出れない。で、外に出れないから、えー、コミュニケーション能力も育たないっていうことだね。だから悪循環に入っちゃってると。で、 まあ、IT で働きたいかったんだけど、まあ、もともとの、なんかこう、本人の特性なのかな。なんか、なかなか、ちょっとしたことで睡眠不足になっちゃうのも困ってるということですね。だから、ここはですね、もう、あの、やっぱりこう、おばあちゃんや父親がですね、若い人の未来を奪わないようにしなきゃダメなんだよね。だから、自分たちが多少苦労しても、若い人の 邪魔になっちゃいけないっていうのを本当にやんなきゃいけないんだけど、なかなかそう思えないんだよね。もう日本は授業の国なんで、子供が親の面倒を見るべきだっていうことで、それが悪い風に作用しちゃってこ、子供の成長を阻んじゃう、えー、ってことなのかなと思いますね、うん。だからカウンセラーの人とそこをやっぱきちんと相談する必要があると思いますね。 だから時にはですね、やっぱ親をですね、踏みつけて進んじゃ進まないといけないことってありますね。うん。それはなんか痛くて苦しい行為だし、なんでこっちがそこまでしてあげなきゃいけないんだって気もする、しますけど、踏んであげなきゃいけないんだって気もしますけど、でもまあ、それは必要なことだったでもしますね。 だからそこら辺の塩梅をやっぱカウンセラーと相談しながら自立っていうものは何なのか自分はどうやったら自立できるのかってことをまあ話し合う作戦を練るってことが重要かなと思います。<music>